コバンザメをつけて泳ぐ本種にはよくコバンザメがつく。浅い海底を遊泳するニシレモンザメニシレモンザメは、メジロザメ目、メジロザメ科に属するサメの一種。生息図西アフリカ沿岸の東、大西洋南部一帯と、ニュージャージー州以南のカリブ海を中心とした南北アメリカ大陸一帯及び東、太平洋のカリフォルニア以南の沿岸部に生息している。体長は、 太平洋やインド洋に生息する近似種のレモンザメと同じで最大3メートルほど。レモンザメよりも体色の黄色味が濃く、これが名前の由来となっている。腹部は白い。体型は典型的なサメの姿で、レモンザメとほとんど形態的にも違いはないものの、レモンザメほど前ヒレの曲線カーブがきつくないことが識別点となっている。 多くのサメは呼吸のために常に泳ぎ続ける必要があるが、本種はその必要がない。発信機をつけた調査では、昼夜を問わず動き回っていることが分かった。レモンザメと同様に段階の沿岸部に生息し、サンゴ礁をおすみかとすることも多い。近親交配を避けるために場合によっては、回遊することもある。妊娠期間は12ヶ月ほどで成長は遅く。 成熟するまでに要する時間は12年かかると言われている。幼体器はマングローブなどに潜んで、大型魚の攻撃を受けないようにしている。鋭い歯を持ち、沿岸行きの大型魚類などを捕食し、場合によっては群れを形成することもある。レモンザメ同様、人間に対して潜在的な危険があるとされる。積極的に人を襲うことはないが、狂乱削除状態に陥った場合は、 サメの方から突然襲いかかったという例もあり、注意を要する。本種は、知能も高く、視力も良いことと、飼育が容易なため水族館や様々な実験施設で、飼育、研究されている。ビクター、G. スプリンガー、ジョイ、P. ゴールド、サメウォッチング、平凡者、1992年、P137 ハットビクター、G. スプリンガー、ジョイ、P. ゴールド、 サメウォッチング、平凡社1992年、P139 アンドレア・フェラーリ、アントネラ・フェラーリ、サメガイドブック、ハンキューコミュニケーションズ、2008年。この場合は、種類を問わず無差別に攻撃することがある。ビクター、G ・スプリンガー、ジョイ、P ・ゴールド、サメウォッチング、平凡社1992年、P109。ありがとうございます。